浜畑太氏は、日本のビジネス書作家、ノンフィクション作家、自己啓発書作家、マーケター、ブランドマネージャー。シニア向けサービスを展開する、鎌倉新書のプロモーション室長を経て、現在は、一般社団法人人生100年時代協議会の代表理事など、複数の職についている。浜畑太氏、浜、畑太氏の表記も使用する。なお、浜畑太氏は誤り。 東京都出身、大学を中退した後、広報、広告関連の専門学校を2校卒業している。卒業後は、ホンダ技研工業傘下のモータースポーツ施設運営会社、モビリティランドに入社し、鈴鹿サーキットの広報担当。モータースポーツファンの高齢化が課題となっており、主にシニアに向けた広報、マーケティング業務に従事していた。在職時は、 社団法人三重県観光連盟の広告宣伝も兼務していた。その後、柿安本店、大東県宅を経て、鎌倉新書プロモーション室長に就任。いずれもシニアをターゲットにした企業であり、その中で広報、宣伝、マーケティング部門を担当した。2019年、一般社団法人人生100年時代協議会代表理事に就任。館長の観光誘致、 大手企業の商品開発など多くのプロジェクトへ参加。企業や学生を対象にした研修、講演、異業種交流会の主催なども行っている。マーティング従事者、約1000名からなる、日本最大級のマーケティング勉強会、商品開発の会館時。ビジネスセミナー、山手会幹事マーケティング研究協会講師。2017年度、厚生労働省。 職業能力評価検討委員。女優、桜井ひな子の写真集、CM メイキングフォトブックに、デビュー間もない桜井ひな子を抜擢した、蔡のコメントが記載されている。また2017年7月度に、作品別 CM 交換度で、住宅、建設業類1位に輝いた、蔡のインタビューが掲載されている。他にも広告関連の受賞歴がある。2013年より、 企業に所属しながらビジネス書、自己啓発書の作家活動を開始。著書は自らの実績をもとにしたマーケティング、ブランディングに関連するビジネス書と働き方、セルフブランディングをテーマにした自己啓発書に分けられる。日本史に関連した著書やセミナーも多く、近所では NHK 大がドラマの主人公を題材にしている。 幕末から明治にかけての日本人写真誌及び日本の古写真について独自研究を続けており日本各地で活躍した幕末、明治の写真誌を962名収録した電子書籍が出版されている。写真誌の人名検索サイトも運営している。2020年、日立造船の創業者であるエドワード・ハズレとハンターのガラス原版写真を発見している。 2021年、剣術家き内蔵助の肖像写真を発見している。以下ほか、団体名義、企業名義で複数の書籍を出版している。ありがとうございます。